ごきげんよう、スティーブです。いや、このスティーブ、体はどこ行ったんだ？こんな姿だけど、マイクラやってくか。こうやって回ってる腕を使って、あ、掘れてくね。お、いいぞ。あ、やばい、砕けた。腕と一緒に砕けたんだけど。あ、これで溜まったコインを使って、ツルハシ買って、ツルハシとツルハシで、あ、一段階進化したね。石と石で鉄になった。じゃあもうツルハシ買いまくって、すべての腕にくっつけていくか。全部で、8本あるのかな？いいね、タコと一緒だ。さあ、タコの力を見せましょう。うおー、すごい。こんなのもう掘りたい放題じゃん。こんなマイクラやってみたかったんだよね。じゃあ今度は下の方からよいしょっと。いや、これ硬そうだな。やっぱこういう、やばい、砕けていく。あのブロック硬いな。うわー、全部砕けたか。こうなったらもっと買って、重ねまくるか。これもマイクラ界の、ツルハシを目指していくぞ。よいしょっと。お、いいね。これ、木と鉄だけのピッケルになった。で、まだ買えるから、買って、これで鉄だらけになるんじゃないか？ほう、いいね。鉄が7個。これは木かな。よし、これかなり威力上がってそうだな。さあ、掘ってゴー。よいしょっと、おー。サクサク掘れるー。このサクサク感の音もいいね。でもやばい、金硬い。うわ、ここで砕けたか。真ん中のブロックがめっちゃ硬いな。こうなったらもっと買って、組み合わせていくしかないか。さあ、石、鉄、鉄と鉄で。おー、金のツルハシ。やっぱこうなったら金だらけにしよう。うわ、贅沢に使っちゃうよ、金のツルハシ。よいしょ、上の方も全部、組み合わせていって、金が5個。待って、もうちょい買えるぞ。これめっちゃコインあるから、買いたい放題だね。金できたー。この辺も組み合わせて、金8個。これは贅沢すぎる。よし、始めるかー。いや、マイクラに、こんなモンスター出てきたらいいのになー。見て、このサクサク感。うおー、爽快感あるね。よいしょっと、この辺も、柔らかい。おー、砕けた。これ全部いけるんじゃないか？ほい、おー、綺麗になくなったー。よっしゃ、この調子でブロックのない世界を作ってこう。さあ、おー、でも、新しいブロック出てくるんだね。なんか硬そうだな。あれ待って、ツルハシが一個だけになってる。あれ？なくなっちゃうのか、次のレベルに行くと。よし、こうなったらじゃあスキンも変えていこう。新しいスキン、これにしてみよう。これは確か、マイケルだったかな。いや、名前わからん。まあ、いや、とりあえず買って。よし、で、これもとりあえず金だらけにしよう、まず。さあ、もうちょい増やして。さあ、何個出来上がるかな。金が4つか。まあ、この辺につけて。よーし、掘っていくぞー。さあ、今回どこまで掘れるかな。まず土とかは柔らかいね。真ん中の方、ダイヤモンドのブロックあるし、これ硬そうだな。まずこの辺から砕いていこう。よし、わー、なくなったー。硬いな、やっぱダイヤモンド。これもうちょい買って、よし、組み合わせて、で、金と金で何になるんだ？ダイヤモンドツルハシー！ついに僕も手に入れてしまったか。じゃあもうちょい増やして、ダイヤモンドツルハシ3つ。これもプロでしょう。3つも作っちゃうなんて。マイクラのプロとして。この辺のブロック全部砕いていくぞ。さあ、これがダイヤモンドの力。そしてみんな、今のうちに高評価をして、みんなの力も分けてくれい。みんな、高評価ありがとう。押してもらった高評価は大切に使うよ。じゃあ買ってと。組み合わせ。これでダイヤモンドの数1個増えたね。さあ、掘ってくぞー。よいしょー。
ダイヤモンドツルハシの贅沢な使い方。いいねね。マイクラでこんな能力あったらいいのに。さらに買いまくって、さ、組み合わせ。これ待って、ダイヤモンドと、もう一つダイヤモンド作れないかな。もう一丁買って、さ、これで、いや、ちょっと足りないか。まあ、いいや、ここのダイヤモンド使っちゃおう。ダイヤモンドとダイヤモンドで、おお、これは、レッドダイヤモンドのツルハシだね。よし、じゃあさらに数を増やして。いや、伝説のツルハシ作っちゃったな。よし、残りのやつを組み合わせて、最強のツルハシ人間完成したね。これもうダイヤモンドを砕き放題なんじゃないか？真ん中がもういっちゃうか。うおー、硬い。エメラルドさすがに硬いな。やっぱ周りから行くわ。周りから砕いて、いや、なくなってきた。残ってるのは、ああ、いや、あれ硬いな、エメラルド。もうちょい増やして、じゃあ組み合わせまくろう。もう一丁、さあ組み合わせ。さあこれで、レッドダイヤモンドが一つ増えた。で、こことここ組み合わせて、レッドダイヤモンドロックを。贅沢すぎる、この使い方。行くぞ、おお、なんだこのサクサク感。やめられない、止まらないんだけど、このサクサク感。これいけるんじゃないか、全部。硬い硬い。おー、まだあるよ、ピッケル。これ来るぞ。よっしゃ、綺麗になくなったー。ツルハシの髪です。とうとう僕もツルハシの髪かー。じゃあ、新しいスキン。お、増えてるね。これまさかー。え、前からの爆発モンスター、クリーパーになっちゃったし。よっしゃ、これつけまくろう。これもしかして、爆発能力とかもついてそうだな。よし、じゃあ金だらけにして、まずはやっていくか。さあ、これで金が、6、ダイヤモンドしちゃった。まあ、いや。これ、よし、これでやっていこう。今回は、おお、綺麗に並べてやるね。まずは土、石、白いブロック、どんどん硬くなってくる感じ？いいよ、でも、次は金硬い。うわー、1個壊せ、オッケー。それじゃ、さらに買って、そして、組み合わせ。もう一丁さらに買って、組み合わせ。よいしょー、オッケー。レッドダイヤモンド4つ。そりゃ、神の掘り方を見せましょう。まずはこの辺から。おー、すごいすごい。え、マイクラにこんなクリーパー出てきてほしいな。こんなの仲間にしたらもうサクサク掘れちゃうじゃん。でもさすがに、ダイヤモンド硬いな。エメラルドとかもあるし。待とで。うわ、砕けていく。この辺硬すぎる。頑張れ。おいおいおい、こんなもんか。じゃ、さらに買ってこう。いや、でも結構砕けるようにはなってきたね。ほい、オッケー、できた。で、これ、レッドダイヤモンド2つ作れるかな。よいしょ、重ねて。あ、できた。レッドダイヤモンドとレッドダイヤモンドで。切った。これ、あの幻の、レッドダイヤモンドエメラルドのツルハシじゃないか？レッドダイヤモンド、エメラルドのツルハシをいっぱい作っとこう。4つ。残りのツルハシをつけて、できた。クリーパー完全体だ。これサクサクいけるんじゃないか？じゃあまずこの辺から、ほい、おー、すごい。柔らか、え、ダイヤモンド柔らかすぎないか？よいしょっと、いいね。下、綺麗になくなった。じゃあ次はこの辺の柔らかい部分をまず崩していって、これいいぞ、このサクサク感。これ全部いけるかな？ほい。でもなんかエメラルドより硬そうな、レッドダイヤモンドブロックとかもあるし、うわ、あれ崩せるかな？あ、でもここで、なくなっちゃったか。いや、でも神レベルにはなってきたね。これもレッドダイヤモンドエメラルドツルハシを作りまくるか。さあ、大量生産だ。さあ、この辺組み合わせて、よいしょと、もう一個できたぞ。で、これでさらに組み合わせて、もう一つ作れないかな。あ、できた。よし、さあ、これでレッドダイヤモンドエメラルドツルハシ。7個。これ最強すぎる。うおー、豆腐みたいな柔らかさ。
いいぞこの砕けた感じ。これ全部いけるんじゃないか。よし、この辺も砕いて。さあ、頑張れ、クリーパー。いいよ。うわー、一気になくなった。あれが硬い。レッドダイヤモンド、ブロック。で、まあ、あと外だ。よし、もうちょい組み合わせて。さあ、これで、みんな見てください。レッドダイヤモンドエメラルドツラッシュ。8個の力を見せましょう。うおー。サクサク感が止まらないぞ、もうこれ。こんなのダイヤモンドで作った家とかも、簡単に破壊できそうだね。うおー、でもなくなってきた。さすがにこの辺が硬いな。よいしょっと、じゃあもう、さらに作っちゃうか、あれを。ほいしょっと。それじゃあ、ダイヤモンド、エメラルド、ツルハシと、その、もう一個で。ふおー、ついに作ってしまった。暗黒物質、ダークマター、ツルハシ。よし、暗黒物質、ダークマター、ツルハシを4つにして、あとは適当に組み合わせて、さあ、これでやっていくか。これ最強すぎないか?さて、この柔らかすぎる。これ余裕で全部崩せそうだな。さて、まだ全然、ツルハシあるぞ。うおー、ダークマター、ツルハシが硬いね。全然砕けない。おー、でも、あとちょっと、うわー、あとほんのちょっとだったのに。じゃ、もうちょい買って、組み合わせ。ダークマター、ツルハシ6個。これはすごい。よいしょっと。今度こそ全部砕きたいね。いやでもあの硬い、エメラルドがこの数だからね。いけるかな?まずこっちから砕くか。柔らかめの土を全部砕いて。さあ、こっから行くぞ。もう上に、全部砕け。いけ!あとちょっと、これいけるぞ!来たー!なくなったー!よっしゃ、クリアしたー!じゃあ、新しいスキン。また増えてるねー。これは、誰?これ誰?これも誰だ?もう知らないから、とりあえず豚にしよう。てかもう買うと、全部、金のツルハシから出てくるね。これも全部金ピカでいこう。さあやってこう。中央に黒曜石ブロックとかもあるじゃん。うわ、めっちゃ硬そうだな。ちょっとこれは最後に残すか。まずは周りの柔らかめのブロックを壊していって、なくなってきたぞ。ほい、うわ、頑張れ。こんなもんか。それじゃあ買って組み合わせ。上がって組み合わせ。買って組み合わせ。さあこれで、OK。とりあえず、これダイヤモンド、レッド、ダイヤモンドツラシ、7個。さあ、どうだ、この威力。まず、周りから砕いていこうかな。真ん中の、あの9マス、硬そうだよね。し、綺麗に真ん中をここ、崩していって、おいおいよ。よし、おっと、ここまでか。もうちょいじゃ買いまくって、よし、組み合わせ。次の、作りたいな。とりあえず、ダークマター、ツルハシを、よし、3つかな ?3 つできたね。さあ、行くぞーほいー、これがダークマターの力いいね、いいね。よし。まだ全然、ツルハシが壊れてない。あ、でも、この辺で壊れ始めたか。さあ、残ってくれーよー。いけるか?あとちょっと。おー、よし。この辺砕いて、オッケー、残り9マス。頑張れ!うわあ!これもうちょい、ツルハシを買いまくらないとダメだ。さあ、今度こそ行くぞー。ほい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 、砕きまくって。いけるか?いいよ。まだ全然残ってる。この辺ででもなくなってくるか。よし!あとちょっとだ!いけるぞ、今回!ほい、ほい、オッケー。さあ、この、黒曜石、破壊するんだ!硬そうだね。でも一個、うわあ!よし、広告見よう。おー、なんか、え、広告の力で復活したね。ちょ、残りの3つを砕いて、これで、よっしゃ、ようやく、この世界も綺麗になくなったか。てか、黒曜石ブロック、あっさり砕いちゃったね。よし、じゃあ次のスキン。お、新しい、これは、ヌーブのスキンなんてあったのか。じゃあ、まずは買いまくってと。
よいしょっと。さ、これで。よし、できた。とりあえず、こっちの方がレア度高いから、こっちつけて。さ、始めるか。ダークマター6個。うわ、サクサク砕けるね。でも今回、この黒曜石ブロック2個もあるんだよね。2個崩すの大変そうだな。でもいいよ。まだ全然残ってる。おー、柔らかすぎる。ダイヤモンドってこんな柔らかかったのか。ここで、なくなっちゃったか。さらにじゃあ、開墾でと、組み合わせ。開墾で組み合わせのこの作業が、やめられない、止まらないんだけど。よし。ダークマターつらし、7個。どんどん増えてくね。さあ、いけ。これが、暗黒物質ダークマターの力。おー、この辺は柔らかすぎる。まだ全然、このツルハシが残ってるね。砕けないぞ。ヌーブのくせにプロだな。すごい、まだ残ってる。これいけるか？さあ、でもこれ、いやいや、硬い。わー！一気に砕けた。黒曜石のとこで一気に砕けたね。こうなったら仕方ない。これと、これ。ダークマターとダークマターで、ついにやりました！神ツルハシ！これ作っちゃったか！よいしょ、じゃあつけて。よいしょ、もう一丁買って。ほい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 。ほいほいほい。よし、できた！神ツルハシ2個！これは強すぎる！いくぞ！さあ、今度こそ全部砕いていきたいね。いけるか？この辺なんかは柔らかすぎる。ダイヤモンドってこんな柔らかいブロックだったのか。よいしょっと、さらにここも砕いて。まだ全然ツルハシ残ってるね。一個も壊れてない。あ、ここで一個壊れたか。でも紙ツルハシ2個残ってるよ。うわー、紙ツルハシだけしか残ってない。こっちから崩して。いけるか？オッケー。残りは黒曜石1ブロック。行きましょう。ほい。ほい。ほいー、これが。ツルハシタコボンドの力。じゃあ新しいスキン、よし、これにしよう。ということで、マイクラで穴掘り作業をするときは腕を8本生やしましょう。さあ、こんな感じのブロックをサクサク砕いていくゲーでした。それではみんな、あとちょっとこの辺砕かせて。この辺もちょっとやりたいから。あ、それではみんな、じゃあね。